井上さんお願いします。お願いします。今年はあの G1 の決勝3回立って、はい、もう周りのその期待されてる声とかはご本人にも届いてると思うんですが、はい、どうですかね、タイトル近づいてるなというのは。まあでもやっぱり決勝で結果出せてないんで、まあ、そこをもっとしっかり突き詰めていかないといけないなっていうのはあります。もっと大きい舞台踏んで、あの課題なんかもじゃあしっかり見えてきてる。そうですね。で賞金、まあ可能性としては賞金加算するとあれですけど、はい、まあ基本は 取って G1 グランプリへという。そうですね。まあもうそこじゃないと多分無理なんで、まあ取るつもりで頑張りたいです。で今回は開幕戦の一番車どうですかね。まあ昼間開催だとちょっと朝早いんですけど、まあ、ナイターなんでしっかり準備できるかなっていう感じです。小倉バンクはいかがでしょうか。走りやすいイメージあるんで、まあ、そこは問題ないかなと思います。最後あの大会の意気込みをお願いします。精一杯頑張ります。よろしくお願いします。